小読みよ小読み。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日の小読み言うていこか。土曜、土を司る独身いう神さんが支配する期間や、土を動かす、犯すことはしたかん言うて言われとる期間やよ。六曜は仏滅、新しく始めるんは今日、吉凶なしの法事なんかは吉とも言われとる。今日の絵とは水の絵猿、水の絵が陽の水、猿が陽の金。せやから音陽五行の流れは、金属の表面に水は生まれるいうことで創生、物事が順調に進むいうけや。まあこんな感じやけんども、ざっくり暦の注釈見てどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとえひになるとええね。ほなまたね。